中岩義彦は、日本の通信工学者、九州大学名誉教授、元電子情報通信学会副会長。1964年長崎県立長崎、南高等学校卒業。1968年九州大学工学部電子、工学科卒業、日本電気入社、中央研究所電子デバイス研究部。 1979年九州大学工学博士。1988年九州工業大学情報工学部電子情報工学科教授。1993年電子情報通信学会無線通信システム研究会専門委員長。1996年九州大学大学院システム情報科学研究院教授。 1997年九州システム情報技術研究所評議員。1999年福岡県マルチメディア住宅調査検討委員会委員長。2001年電子情報通信学会フェロー、文部科学省科学技術政策研究所科学技術専門家ネットワーク専門調査員。2002年電子情報通信学会九州支部長。 日本学術振興会科学研究費委員会専門委員総務省戦略的情報通信研究開発推進制度専門評価委員2003年北九州モノレール中期投資計画技術専門委員会委員2004年電子情報通信学会通信ソサイエティ会長2005年電子情報通信学会副会長 福岡県地域コミュニティ無線通信システム協議会会長2006年科学技術振興機構産学共同シーズンイノベーション化事業アドバイザー2009年定年退職九州大学名誉教授電気通信大学先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター特任教授ありがとうございます